仲間を守るためなら命を懸けてくれる。その仲間がピンチになったら、今度は私たちが命を懸けて助ける番。そんなの当たり前でしょ。当たり前か。へー、勉強になるな。さっさとかかってきなさい、操り人形に戦わせて高みの見物しかできない臆病者。挑発して俺を駆り出そうってのか。いいだろう、乗ってやるよ。痛いのは嫌いだが、お前にはやられる気がしねえ。雷雲ラット。たぶってゆっくり殺してやるからよ。お前も恐怖を楽しめ。俺の仲間に